うっす。どうした？いや、なんかやたら今日早く来ましたね。やっぱ試合の前はやっぱ準備するためにちょっと早めに来るやろ。はいはい。当然当然。ギリギリに来る人はおらんよ。何カメラ回してんの？え？どうしたの？いや、なんかもうチラッと見えてるんですけど。あ、これね。コカ・コーラ社の宣伝で、まあそれはさておき、お疲れでした勝手に閉めるなで、何なんかさ、違うんだよ、眩しい眩しい、下に置いてあるのはなんだっていう。あ、それじゃない、もう、これね、あのフランクリンのバッテとね、リストバンド、その奥よ、その下よ。あ、これあの僕のあの行き過ぎなんだよ。愛用しているやつです、これ。これ、これ。あ、これ？言ってよ、早く。言ってるぜ。これもらったんですよ。え？さらっと言ったけど、どういうこと？っていう。呼んだ？うん、さらっと言ったけど、どういうこと？だから、もらった。もらっちゃった。詳細が分かんないんだけどさ。誰にってこと？そう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 。誰にっていうのは、みんな多分知ってると思うんだよね。千葉のスポーツ屋といえば、ダン。前原さん。正解。おいー。まあ、だってお世話になってますからね。そう、めちゃめちゃお世話になってる。そのお世話になってる前原スポーツさんで、まあ、いただきました。へぇ、まあ、僕らさ、1万人行ったじゃないですか。はいはい、皆さんのおかげで。そう、ありがとうございます。行ったのもあって、お祝いをしてくれました。おぉ、ありがとうございます。お祝いでこれを、はい、いただきまして、使っていきたいんですけど、これから。はいはいはい。でもちょっと見た感じ、ここの、この部分ね、ちょっとなんかシワあるかなと思って、多少のこれ。デコボコはどうなんだって、はいはい、ちょっと分かんないよ、まあ、シワとなんかへこみが目立つかなって個人的に思ったわけですよ。はいはい、はい、あ、これ後で磨いてください。まあグローブ的には玉沢の缶玉ね、缶玉、はいはい、でこうキャラメルで、はい、こういう感じのグローブになってるんですけど、これ直してほしいんですよ、良平に。なんかパンチャーがない。パンチャーなぜか持ってるんですよね。マジで。今日あのこの後ラガーズじゃないですか。ああ、たまにあの出張グローブ磨きを行ってるんで。あ、なるほど、それで道具セット持ってきてたんで。なるほどね。じゃあ一回ちょっとこれさ、パンチャーで治るか分かんないけど、ここの部分、ここの部分、はいはいはい、ちょっとこれシワがあるんですよ。ちょっと直してもらいたくて。そうですね、まあ完璧に治るんだったらスチーム入れてっていうのはあるんですよ、うん。ただ今スチームがないのでどこまでいけるか分かんないですけど、うん、まあ、片付けも含めてちょっとやってみようかなと。そうですね、ちょっとこれビフォーアフターでビフォーと撮った方が。じゃあこれちょっとお願いします。はいっす。はい。で、まあちょっとどうなるか分かんないですけど、まあグローブって使っていけばシワってどんどんできてくるじゃないですか。なんで正直あれかもしんないですけど、伸ばすだけ叩いてどうなるかなっていう。台があると嬉しいですね、やっぱこういうのって。叩き台とかがあると膝は？膝は？危ねえ、一瞬で半月板いくよついでにグローブの特徴を言うと、逆巻きになってるんで、まあ、こっちが広くていいグローブではあるんですけど、ただここなんで叩くのが。そうだね、ここ叩きすぎちゃうとおかしいなと、こういうポケットできちゃうから、だからこうやって伸ばすような感じで、お、広げるような叩き方がいいのかなみたいな。まだどうしても寄るな、やっぱさっきよりかも伸びてるはず。本当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 、完璧には多分無理だろうけど。マジだマジだ、伸びてる伸びてる。だからあとは本当はスチーム入れてもっと皮を柔らかくして変幻自在にしてから伸ばすのが一番いい。だから湯もみも同じ原理かな。ある程度皮を伸ばしつつ、温めつつ伸ばしつつみたいな。そうで、今軽くやっちゃってるんですけど、まあもう台ないから仕方ないんで膝で台やってるんですけど、こういう風に伸ばしていく引く感じね。そうそうそう、さっきよりかも、さっきよりかも薄くなったかなあんま分かんないだろうけど、あんま分かんねえな、ちょっとな。完璧に戻すのはマジで難しいはずです。ポケットのシワはなくなったんじゃない？ポケットは確かに確かに確かに、シワないシワない。こっちがちょっと難しいっす、やっぱ。うん、ただここもっとくっきりしてたはずなんですよ。確かに
はまだなくなったかな。うん、まあ、でこっちはもうスチーム入れて伸ばしていくっていうのが一番だとは思います。なるほど、はい、さすがです。現場からは以上です。以上です。はい、今後のこのグローブの育ち方も皆さんちょっと注目してみてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。それではありがとうございました。TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。